今回の動画は大変お下品です。お食事中の方、お下品なのが苦手な方は、ご視聴をお勧めしません。それでは了解いただけましたら、本日の動画に入っていきましょう。それでは、レッツンコ。何週掛け声で動画始めてんだ。はい、ということで本日は久々、最強の殺人うんこちゃん再び。今回のステージはここだ。南国に佇むホテルに、憩いのビーチ。この平和で楽しいはずのビーチが、数十秒後、一瞬で地獄絵図に。プール、楽しそう。すぐそこにビーチあるのに。確かに、プールか海どっちかでいいだろ。はい、それではそろそろ、皆様お待ちかねのうんこタイムと行きましょう。待ってねえよ。本日も、ホテルの屋上で急遽腹が痛くなったこの子。でもトイレ行くの面倒だし、ここでしちゃおうと決意。もう出たー。何気持ちよさそうにプール飛び込んでんだうんこ。ここからがうんこちゃんの見せどころ。水中で獲物を見つけて一気に。ある意味サメより怖いよ。ちょっと触れただけで全身汚れる奇跡。さあ、まだまだ出るぞ。入ったー。ゴミなんて。さあ今度はうんこちゃん、プールサイドを散策するようです。なんで潰れないで跳ねんだお前。まあ潰れる姿は見たくないけども。ふ、南国で浮かれた人間は成敗じゃ。まさかの角刈りのお姉さん発見。いや、女性用水着着てる男だろ絶対。うん、叫び声的に男だったな。残念にとどめさすな。今度は筋トレしているマッチョさんバーサスうんこ。この世界の奴ら、絶対うんこ見えてないっしょ。マリサ、見えてない&匂いもわかってないわ。本当だ、こんな近いのに無反応。さあ強いのは人間か、それともうんこか。うんこでした。この動画内で、一体何回うんこと言うんだ私たち。だから残念やめてあげて。お次は片手で逆立ち腕立てもできちゃうこっちのマッチョさん。こんなに鍛えても、うんこちゃんの前では無意味。もはやこいつ出したあの子、人間狂気だろ。また一人被害者が。お次、飛び込み台でぴょんぴょん跳ねるうんこ、ご覧ください。この映像誰得だよ。誰も得しない、確信。はい、最後に一人始末。おし、今度はビーチの方に行ってみようかな。誰だよ、うんこだよ。こんな自己紹介だよ。現場は大惨事でございます。ね。ここに新たに突っ込んでくる勇気ある若者が、角刈り引きに出たー。はい、この状況でも構わず歩いてくるアホです。完全なる自滅。砂浜の方も散策。足に当たったのに、なんで落ちか。まただー。もう今日の犠牲者何人だよ。完全に白目向いちゃっております。うんこちゃん、最後の力を振り絞り。振り絞んな。それではラスト、こちらのサービス映像でお別れ。おいこらそこの男子、興奮してるんじゃないぞ。誰もしねえよ。今ので興奮したらもう病気だろ。ということで以上、本日も癒しの主チャンネルでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。